ボーニー・ベデリアはアメリカ合衆国の女優であり、アクション映画、ダイ・ハード、ダイ・ハード・ニア法廷を舞台とした推定無罪への出演で知られている。また、映画ハート・ライク、エイ・ホイールでゴールデングローブ賞にノミネートされた。現在彼女は NBC のペディノー・シートに出演している。ニューヨークで ジャーナリストのフィリップ・ハーレー・カルキンと作家であり、編集者でもあるマリアン・エーセルの娘として生まれた。キット・カルキンの妹であり、マコーレー・カルキンとロリー・カルキンのおばでもある。脚本家のケンルバート1969年4月24日に結婚し、翌年生まれた子供に、ユリと名付けた。母親となって子育てに時間を使うようになると女優としての活躍は減っていった。 やがて、ルバート離婚し、1995年に3番目の夫であり、現在の夫でもある俳優マイケル・マクレーと結婚した。1961年から1967年まで、ボニーは CBS のソープオペララブ・オブ・ライフにサンディポーター役でレギュラー出演していた。1969年4月には、テレビシリーズ、ボナンザで、 ザ・アン・ワンと役でゲスト出演した。その年、彼女は映画、一人ぼっちの青春の中でダンスマラソン大会に出場する妊娠した女性の役でも注目を集めた。1983年のハートライク、エイホイールでゴールデングローブ賞にノミネートされた。他に、ダイ・ハードとダイ・ハードにでブルース・ウィリス演じる主人公、 ジョン・マクレーンの妻ホリー・ジェネロ・マクレーン役が有名である。ハリソン・フォード主演、推定無罪では主人公の妻バーバラ・サビッチを演じた。スティーブン・キング原作、呪われた街のテレビミニシリーズ、資料伝説とニードフル・シングスの映画版にも出演した。彼女は現在 NBC のシリーズペリノーシートに出演している。ありがとうございます。